毎度、徹子です。韓国ではコロナの長期化に伴い、自転車人口が急拡大しているんだけど、フロントハブ、変速レバー、ブレーキなどの自転車部品が、ほぼ全て日本製ということが発覚して炎上しています。韓国国内の自転車産業は壊滅していて、代わりの企業がないから、日本製部品を使っても大丈夫、という、都合のいい解釈をして、選択的不買運動をしています。ニュースの詳細。新型コロナウイルス感染症問題の長期化に伴い、社会的距離を置くことによって、自転車人口が大幅に増えた中、自転車需要増加の最大の恩恵を受けているのは、日本の自転車部品メーカーという評価が出ている。ソウル市が運営する公共自転車タルンイでさえ、ほぼ全ての部品を日本企業が供給しているという。2000年代に入り、国内の自転車部品産業が事実上崩壊し、最近は国内製の主要部品を使おうとしても使えないのが現状だという指摘だ。29日関連業界によると、ソウル市の公共自転車タルンイの主要自転車部品の大部分が日本企業のシマノと三洋などが作った製品であることが確認された。実際、ソウル施設公団がソウル型の公共自転車を主要自転車メーカーから購入する際に要求する24インチ自転車の購買企画書を見れば、フロントハブや変速レバー、フリーホイール、前後のブレーキなど重要自転車部品については日本のシマノを使うことを明記している。このほか、ヘッドライト、リアハブ部品は日本の産業製品を使うことを明示した。チェーンとタイヤチューブはそれぞれ台湾の KMC、ケンダ製品が要求規格だ。20インチ自転車の場合も24インチのようにシマノや産業など日本企業の部品を必ず使わなければならない。ソウル施設公団の関係者は、市民の安全問題がかかっているため保守的に自転車スペックを決めたとし、国内の自転車業者と協議してスペックを決めようとしたが、適当な国産の自転車部品を見つけることができず、仕方なく日本の部品を使っていると述べた。とのことです。あかん。韓国では、もともと自転車に乗っている人が少なく、自転車関連産業が育っていなかったみたいです。しかし、コロナの影響で3密を避けるために、自転車人口が急拡大しています。ソウルの公共自転車タルンイの利用者数も大幅に増加していて、タルンイのモバイルアプリ利用者数は、2019年3月の17万人から昨年31万人に増加しています。今年3月には46万人まで上昇しているので、わずか2年で2倍近く利用者数が増えたことになります。タルンイの自転車台数も2015年の2000台から昨年3万7500台まで増えています。なんで今まで自転車が普及していなかったのかというと、儒教思想が影響しているみたいです。体を動かすのは下船のすることという考えが根底にあるので、かつての支配階層のヤンバンは食べる時でさえ周りの中国に食べさせてもらっていたというのは有名な話です。だから自転車も体を動かすということで嫌がる人が多かったんじゃないかなって思います。ほんで、でもコロナ禍でそうも言ってられなくなり、自転車を利用する人が増えたのですが、使っている自転車の部品はほぼ全て日本製ということで問題になっているんです。コロナのおかげで韓国内の自転車市場が公共なんだけど、公共自転車から民間自転車企業まで日本製部品に依存しているって状況なんです。ノージャパンを叫びながら日本製品に依存するっておかしな話ですが、韓国は代替可能な国内自転車部品会社が存在しないので仕方がないとか言っています。これも選択的不買運動というやつなのでしょうか。シマノには国内外から注文が殺到し、来年上旬まで予約が埋まっていて、生産が需要に追いついていないみたいです。シマノの株価は昨年3月時点で1万5000円だったんだけど、今年1月には2万6000円まで値上がりしていて、会社創業以来の最高記録を樹立しています。日本製部品を使っていることに納得できない人も多くて、自転車用油圧ブレーキやハンドルバー、エコ自転車のタイヤなど各分野で生き残った自転車部品会社がある。これらの企業は研究開発を拡大して、むしろ海外で成果を出していると負け惜しみを言っているのですが、生産能力や品質、
価格競争力においてシマノに勝てるはずがありません。こちらが韓国の反応です。国産を使いたくても市民の安全を考えれば日本製を使った方がいい。欧州製の部品は高くて使いにくい。中国製を使わなかったということは褒めてもいいだろう。日本製が重要なのではなく、自転車部品自体の耐久性、互換性を考慮するとシマノの標準化部品でなければならないのだ。市民たちの安全が保証されなければならないのに中国製を使えというのか。正直、国産ブランドもほとんど中国製や中国 OEM を使っている。日本製を使ったらダメなのですか。産業界の現場で感じる体感は、韓国の機械産業の競争力は中国やイタリア、フランス、メキシコにも抜かれている。5位から8位に順位を下げ、大韓民国の産業の未来は暗い状況です。危機的状況にもかかわらず、ムン・ジェイン大統領は見ていて恥ずかしい愛国映像を作り、死体思想派政権を称賛している。政治扇動にだけ没頭し、国民が現実を見ないように仕向けている人たちは本当に立ちが悪い。代替品がなければ仕方がないことです。米国と日本と近かった時が我が国の春です。いつになればあの時代に戻ることができるのでしょうか。故障もあまりせず、品質もいいから日本製の部品を使っている。日本製の部品が入らない製品はどこにあるんですか。日本製の部品がなければ社会は回らない。韓国は日本の自転車部品を使って、日本は韓国の半導体を使っている。お互いにウィンウィンの関係になろう。実際、日本製は悪いものではない。政治家の多くがレクサスに乗っている。日本のシマノは世界シェア1位の企業なのに、シマノのものを使わなければ何を使うのか。バリカンも日本製品の 90% 以上だ。我々が日本に追いつくにはまだまだ先の話だ。日本のものを使えば問題で、中国のものを使えば正常なのか。輸出で食べていく国でこのような偏狭な考え方に染まってしまえば未来はない。生産能力や価格競争力が改善されて、国内産部品が広く使われてほしいですね。自転車は日本のものが最高です。韓国の典型的な不都合な真実です。ゴルフクラブはもっとひどくて、おそらく 90% は日本製だ。以上が国民の反応です。ある企業は不買の対象で、ある企業は不買の対象外。こんなことをいちいち気にしないといけないって大変ですね。最後まで見てくれてありがとうございます。